バカ泉正樹と言います。所属は日野社会教育センターっていうところでして、その中で青少年事業ということで、夏にはキャンプをやったり、冬にはスキーをやったり、あとは通年で野外活動に出かけたりしているような組織になっています。この町自身がどちらかというとこうアウトドアを基本的にやったことがない子たちが多いので、少しでもこう自然の中が楽しいとか、そこで一緒に過ごす仲間と一緒にいるのがすごく楽しいとか、将来こう大人になった時に、あそこでこういう体験したなとか、こういう体験がすごく生きてるなとかって思ってもらえるような、そういった機会を大切にして教育を行っています。学校とかやっぱり家庭とかとはまた違って、新しいその仲間と共に出かける2泊3日という環境で、心がこう放たれられるこの自然の中、いろんなアクティビティにチャレンジするとか、そういった経験を通すことによって成長できるんじゃないかなと思っています。やっぱり火の起こし方一つにしても、その中で自分で失敗したりだとか発見したりすることによって、それが学びにつながったり、彼らの体験とかそういうところにつながってくると思っているので、みんなには何も言わずに自分たちでやってみるところ、火をつけるところやってもらって、そこから発見してもらう、あ、これで火がつくんだとか、こういう方法だったらさっき火がついたなとか、そういった発見を大事にしてもらって、やってもらっています。だからなるべくこの油汚れをなるべくきれいに拭き取って、相模湖に流す水をなるべくきれいにしなきゃいけない。リモートレースは環境倫理のお話になるんですけど、今世界50カ国以上で取り入れられていると言われている環境倫理の原則ではあるんですけど、まだまだやっぱりリモートレース自体の認知が低いところもあったり してるので、基本的に子どもたちが中心のキャンペーンになるんですけど、それだけではなくて、大人対象にリモートレースの考え方とかを含めた環境に配慮したアウトドア活動を推進していけたらいいかなと。自分にとってはこれ自然の中っていうのは、非日常でなくて、日常。アウトサイドベター、僕にとって自然は日常のような安心できる場所です。